い、皆さんよろしくお願いします。もうすぐ太田神木さんが生放送で、このツイキャスの方にゲストで、お話を聞かせていただけるという、貴重な2回目の機会をいただけました。ありがとうございます。美樹さん、聞こえよろましくお願いいたた？します。大丈夫ですか？あれ、ちょっとだけお声が。リーさん。ああ、聞こえました。ありがとうございます。大丈夫ですか？いかがですか？聞こえますか？もしもし。はい、大丈夫です。音がね、小さいですか、皆さん。もうちょっと大きくしてもらいましょうね。コラボ切断になっちゃいました。すいません、ミキさん、もう一度受話器マークを。もしかしたらちょっと電波が弱かったのかもしれないです。大丈夫だと思います。ちょっとお待ちくださいね。移動されているような音がしてたので。はい、ちょっとお待ちください。ね、皆さんコメント欄に言論テレビの方ね、ご覧になってた方が多かったようですね。ね、菅官房長官にズバッと、ミキさん切り込まれていました。で、会場の方は、ミキさんのね、ズバッとした切り込んだ質問に対して拍手が起きてたんですが、官房長官の答えはちょっと残念というか、交わしたのか、その時のね、言論テレビの音声なども皆さんに聞いていただきながら、今日、見れなかった方もいらっしゃるかもしれないので、あの時のね、愛の問題について、菅官房長官に聞かれた時のお話などもお聞きしたいと思います。舞千子さん、昨日百田さんと有本さんの講演会行ってこられたんですね。はい、1回ね、コラボ成功しているので多分大丈夫だと思うんですけど、皆さんちょっとお待ちください。で、そうですね、篠原先生も、ツイッターの方でもね、おたかさん、すげえ勇気というふうに書かれてましたね。で、はい、今、コラボ開始いたしました。おこん声ばんが無事には。聞こえるといいのですが、大丈夫ですこんばか？んは。大丈こん夫ばでんすは、よろしか？くお願いいたします。聞こえてま皆すさん、か？音声の方どうでしょう？ゼリーさん、聞こえ聞こまえすました？か？大丈夫ですか？ OK ですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫みたいです。皆さんのよコメンかっトがこう流た。れてるのはミキさん見えますか？はい、見えます。大丈夫ですか？小さいですって小方もいさいまですすっね。て書かれるね。音ちっちゃいかな？でも最大にしてるんだもけしよどかったな。らちょっとマイクを指にちょっと引っ掛けていただいて、すいません、これおで口元に。どう？聞こえまだいすぶ、か？はい、はい、大丈ク夫リアでね。すよね、皆さん。かわいいお声。はい。大丈よ夫ろです。しありくおがとう願ごいざいします。ます。よろしくお願いいたします。もうまた2回目ということでお世話になります。去年おは声掛けありが3とうご月ざいに。ます。いえいえ、本当にありがとうございます。こんな忙しい多忙なジャーナリストの方に、いえいえ、ね、そんな。大人気のおたかさんに、ね、出ていただけるなんて本当にありがたいです。ね、みきさんの声も好きと。皆さんね、おたかありさがん、とうござもういま本当にす。こんなね、可愛らしいのにすごく頑張って、取材とかですね、この日本のね、もう闇ですよね、たくさんの闇について切り込んでくださってますので、今日生もうでお闇だ話をら聞いけていでただどういて。しましょうと思いますけど。ねえ、美希さん、いきなりですが、この間の、言論テレビが金曜日に放映があったんですけど、
あれは、ああ、桜井よしこ先生生の、放送じゃなはい。くて、ええ。香港取材に行かれて、戻られて、次の日はでしたっい。け？土曜日、先週の土曜日でしたっけ？収録は。そうですね、清涼会そう館ですよで、ね。桜井先生はのい。言論チャンネルの記念がありまして、記念会として菅官房長官が、ご招待されて、で、言論桜組の女性たちで菅さんに質問するという会だったんです。という、はい。で、や、笑った桜井よらしなんこです先けど。生もお立場があるので、皆さん質問は自由になさってくださって構わないのよ。でも吊るし上げではないですからね、というエクスキューズもありましてね。わかりますわかります。はい、あんまりでね、もやはり、困らさないようにね、みたいな。 はい、やっぱりゲストとしてお招きする側としそうてでのすよ桜井ね。先生の立場というのはあると思うので、もっともなそうこですとよで、ね。わかりはい、ます、わかりええ、ます。せっかく来ていただいてるっていうね、おまけに気している立場ですから。で、また菅で官も房言い長たい官こもとはそちゃんと質の、問してねと言ってくださったのあ、で、なるほど、なるほええ、ど。はい、はい。でも、まあ、発言が、やっぱり軽く発言できないお立場っていうのもありますよね。官房まあ、長官菅自身がで官房す長官ね。は。はい、はい。そうですね。でうん、も、すぐ上げ正足取直らこれるこにいらっから。しゃる方はどうですか？皆さん何人ぐらいの方がご覧になられましたか？どうでしょう、皆さんどごの覧くにらないりかました？言な。論テレビ。私も見て、はい。ひっくり返りそうになったんですけど。ミキさん、ねえ、言いにこかえたらいいですよ。はい。葛城さんとか中台さんはい。も拉致のことちゃんと拉致のね、ことに質つい問して、て、はい、切り込んではくだい、さってました。はい、もうしっそうかでりす本当にね。真剣な表情で、特にもう中来さんは、もう私も仲良くしていただいてるんですけど、どこに行っても、例えば特定失踪者の藤田隆さんの出されてるものをスマートフォンの中に持ってらして、こういうふうにねって写真が出てる方がいるのにね、日本政府に認定されてないんですよとか一生懸命訴えられるんですね。もういつでも、はい。そうなんです。だ本当にね、から、中台さん純粋な方で、本当にそう拉なん致での、す。めぐみの誓い劇見に行った時も、もう舞台あ、ではい。最後彼女大泣きしていて、あ、私までそう方をで見してたたらか。涙が出てきたっていう。で、ああ、そうなんです言ね。論テレビの時も、前にちょっと歌を歌ったのかな、リハーサルで、もうその時から中田さん号泣が始まっちゃって、もうあ、本番にそう向でけすて大か。丈夫かというぐらい、やはり拉致問い題や、にわ関かしる、て、わかる自分感じがのしま家す、族ものようう。に心を痛めなそうがらなん活です。動されてる素晴らしい女性だと思いまはい。す。葛城さん本当もにそうで拉致す、問本題当につに。いて、はい、もうすごく必死に、もう別にね、移されてるからとか何にも関係なくて、いつでも本当に一生懸命、訴えてこられてる方なんで、まあまあ、菅官房長官も、ああ、いいお答えをしてくれてるなっていう時と、それはどうなんだろうっていう時と、まあでも、皆さんにね、ちょっと音声だけになるんですけど、ま聞いず、てもらいましょうか。聞いていただきましょうが、大高美樹さんが質問したところからの音声をじゃあ、ちょっアイとヌ聞いていからただね。きたいと思います。はい、アイヌのことについてね、はい、美樹さんがズバッと質問されました。大丈夫ですね、ツイキャス切れてないですね。大丈夫です。大丈夫ですね。はい、じゃあ皆さんちょっと聞いてくださいね。これ皆さん聞こえてますか？どうでしょう？聞こえます？音声。政策推進会議の座長を務めてらっしゃいますよね。
それでアイヌがその先住民としてアイヌ新法に明記されてからいろいろ、まあ、辻褄が合わないことも生じてきていて、例えば歴史に関する記述でもその北海道はアイヌの土地であって、明治以降和人が侵略をして、アイヌの人が、まあ、虐殺差別されてきたということなども、この、まあ、文科省の指導教書とかにも書かれてるんですけれども、これって歴史の改ざんですよね。そこに私どのように書いてるか知りませんけども、はい、少なくとも今私どもやろうとしてるのは、アイヌの人々が北海道の、まあ、先住民だったということは、これ事実だと思います。まあ、そういう中で名誉と尊厳ということをですね、保持し次の世代に継承していくためにアイヌ政策を今回推進法でやろうということを今私もやっているということです。先住民であるというのもまだ議論が分かれている段階だと思うんですけれども、はい、この実はアイヌ政策に関して、北朝鮮のチェチェッソーの指南役小上健一さんという方が80年代に書いた本に、このアイヌ政策と今の日本政府のアイヌ政策がまるっきり一致して政策が進められているんですね。で、今のアイヌ協会の中にもチェチェッソー関係者が何人か入っていて、どうして日本国でありながらこういう北の影響を受けた政策が行われているのか。で、また、このアイヌ協会の最終的な目的がアイヌの自治権の確立、つまり、自主憲法アイヌの国旗の制定とか、そういったところまで議論されているので、これはちょっと国家分断工作といっても過言ではないような懸念もあるんですけれども、官房長官どのようにお考えでしょうか。そこについて私はそうしたことは正直感じておりません。うん、私もこのアイヌ政策を実行に移しについてですね、うん、いろんなアイヌの中でも対立する方がいらっしゃることは事実です。全部がそうじゃない、アイヌ民族と言われる人たちが全員の方がまとまってるわけではないということも、そこは承知してますけど、全体としてみればそこはそういうことではないというふうに思ってます。じゃあ菅官房長官座長ですので、はい、アイヌの自治権などは絶対に認めないという方向性で解釈してよろしいでしょうか。いや、そこは求めてないと思います。一応なんか議事録にはアイヌ協会のに書いてあったんですけども、じゃあ大丈夫ですね。自治権、はい、ということまではないと。はい、ありがとうございました。はい、まあ、日本にはいろんな、まあね、民族の方々がいるって、まあ、日本人もいろんなところから血が入ってきて、まあ、今の日本民族ができているわけですけども、まあ、私たち今大高さんの言ったそのアイヌのことっていうのはあんまり実はごめんなさいよく知らないんですけども、まあ、みんなでね本当に受け入れ合って相互理解ということは誰も反対しないけども、そこに自治権などと言われたらこれは全く別の問題になりますから、これから私たちもちょっと研究します。そう、私も今初めて、そうしたことを今のアイヌの、まあ、教会というんですかね、そういう人から聞いたことはありません。なるほどね、はい、アイヌのことに関しましては、その皆さんも非常に問題意識を持っていらっしゃる方が多いかもしれないんですが、これ自身は2009年にアイヌが先住民族であるということを閣議決定をしております。で、閣議決定をしておりますと国連の方とですね、人種差別撤廃条約というのを結んでおりますから、その先住民族に対してはこういう施策をやりなさい、こういうふうな文化とかそういうのを残しなさいとかいうのが全部その条約の中に書いてあるので、それに沿って進めていかないといけないっていうようなことがありますので、ここ 1,2 年でこの話が出てきて進んでいるのではなくて、そういうところから全部あるっていうようなことをぜひ理解していただいて、多分今本当にお話しにくい中を官房長官お話してくださったと思うんですけれども、そういったのに沿った流れであるということを理解いただきたいと思います。このこととは直接関係しないかもしれないんですけれども、一般論です。一般論としてやっぱりその国連を舞台としたいろんなこの動きというのはですね、すごくいいものもあるんですけども、日本にとって納得のいかないものもありますから、これはやっぱり私たちが注意をして見ておかないといけないってことは言えると思いますね。そこはおっしゃる通りだと思います。国連からこういろんなことを言われるとき、
大抵後ろに日本の方がいらっしゃって後ろの左翼の方がいらっしゃるもう一歩突っ込んで言えば今アイヌと同じようなことで沖縄が盛んに国連では言われてまして、琉球民族を先住民族として認めろっていうようなことが盛んに今活動されているっていうのだけ申し添えておきたいと思います。ここでちょっと確認しておきたいんですけども、沖縄の人々と日本の人々民族的には全く同じですからね。これはもうその DNA も言葉、私たちの使っている言葉、それからあの人が亡くなった時のこのお弔いの風習、そういったことも含めて沖縄の方々と日本は全く同じ民族ですから、これは誤解のないようにしたいというふうに思います。そこで時間がなくなりましたが、これはだから絶対聞かなきゃいけない。はい、すいません、これで止めますね。はい、はい、皆さん画像をご覧になっていて、菅さんの表情とかどう感じられました？いや、正直、これほど、まあ政府中枢の方が知らないのかと。いや、だから私もびっくりして本当に知らないのか。ミキさんがそれまではうなずかれてるのがピタッと止まるんですよ。だってで先住民って言った時点でおしまいじゃないですか。まあそれがそのだから国会で決議してしまったっていうことなんでしょうけど、これ危険な話で、はい、アイヌ関係の取材、大高さんの声が小さいですか？すいません、これね、すいません、お願いいたします。はい、結局、まあ、アイヌのこといろいろ取材を手伝っていただいている元北海道道議の小野寺勝さん、はい、いますでしょ、はい、で小野寺さんから教えていただいたんですけれども、はい、この先住民という認定の延長線にアイヌ自治権の要求があり、最終的には北海道はすべてアイヌの土地だから和人は借地料を払い続けろという、もうこれ恫喝に近いようなねこういうシナリオが用意されてんのにですよ、こんな先住民族なんて言っていいものかと思ってね。いや、まさかああいうお答えが返ってくるとは思わないで、私後悔したことがありましてね、会場に、的場光昭先生が出された最近の本、科学的アイヌ先住民族規定論、反日団体による歴史捏造から分子生物学者による DNA 解析までって、この本持ってってね、会場の皆さんに紹介して、はい、菅官房長官に差し上げればよかったと思って後悔しちゃったんですよ。ねえ、これ読んでいただければ、ね、あんな発言きっとなされねえ、いや、あのね、関東エイジさんね、菅さんの正体見たり、あのね、私も正直がっかりはしたんですけど、菅官房長官が、どこまでご存知ね、どこまでとぼけてるかは私もちょっとわからなかったんですね、だから確定的なことは言えないんですけど、あまり、そのね、アイヌ協会の方と一緒にですね、視察なんかもされてますから、はい、そのアイヌ協会の方とはお話しされてるけど、まあ、すいません、切れたんですね。あ、すいません、切れましたね。ごめんなさい。ミキさん、すいません、切れました。私の方が切れたんですね。ミキさん、すいません、もう一度受話器マークを押してください。失礼いたしました。失礼いたしました。画面変えた時に手が当たっちゃったのかもしれないです。はい、お詫び申し上げます。すいませんでした。ミキさん、すいません、切れました。受話器マークを押してください。申し訳ないです。はい、すいません。ちょっとお待ちくださいね、皆さん。どこで切れました？
あ、閣議決定すると否定できないんだよというね、月さんのコメントがありますけど、でもね、いろんなことが、研究結果が分かってきたりとか、もう DNA のこともしっかり進んできてますし、何よりも、ちょっと今あまり画面変えない方がいいんですけど、小野寺勝さんがね、しっかりチャンネル北海道の方で、アイヌは先住民族じゃないと、ないんだと、はっきり否定を検証している動画を出されてますので、ぜひぜひご覧ください。でね、その中には例えばです、あ、大丈夫かな、あ、ちょっとまだコラボが来ないですね。あ、何が起きたと驚きましたか、すいませんでした。はい、今来てくださいました。すいませんでした。あ、セリさん、聞こえる？聞こえます。大聞こえ丈夫ますです。すいか？ません。はい、あ、ごめんよなさかっい。た、復活した。はあ、復い、活しま大し丈夫た。です。私のせいでした。すいませんでした。違い、私です。すいません。はい。あ、いやいや、私なんですよ。すいません。菅官房長官、この笑顔で映ってる自分の左側にいる人がどんな人か分かってるの？ねえ、この皆さん。人ね、安倍ゆぽさんですよね。この方ね、はどい。んなこと書いてあるかちょっと紹介していいですか？この人あ、お願ね、いいたします。はい。2017年もうの、よ、よ。金融はい。研究っていうチュチェ思想の雑誌があるんです。あ、ではい。ね、それに北海道アイヌ協会副理事長安倍ユポっていう名前でですよ。私はチェチェ思想研究所の小上健一先生をはじめ、チェチェ思想研究会の皆さんとお付き合いするようになって20年近くになりました。長いおす付きごい合いでなすさってんのね。ね。や、笑ったためですけど、もかなり年季入ってますね。はい。そうですよ。それでね、はい。歴史はにい。ついてはこう書いてあるんですよね。もうまるでどっかの国と同じ言い草というか、こう書いてある。アイヌの人たちはアイヌの言葉を喋っていたのに、明治以降すべて禁止されています。日本の土地の4分の1にあたる樺太、千島、北海道も全部持ち主のない土地として取り上げられ、住んでいる家までも取られてしまったのです。日本における多数派の人たちが国境海峡を越えて侵略、征服し、支配し、植民地にしたのです。私たちアイヌは植民地化された人たちです。私たちは宗教や文化や言語を持って民族としての権利を回復したいと思っています。こんなの書ないるてほど。る人とニコニコ笑って写真撮ってる場合じゃなくないですか、官房長官。いどうや、です？もう本人はしっかり自治権を主張してるのに、それはないですっていうふうに、ねえ、もう私この親日性なん官か房長官ちょっ言っとて送ましったてあね。げようかしら。ねねえ、本当ですえ。よ。菅官房長官にアイヌの自治権求めていきますって言うわけがないんですが。そうですけど、もうでちょっもと、やははりい。もう出てる、これ公開情報なんでね、安倍さんはのい、資料はとい。か全部集めさせて、全部一応目を通していただきたいんですね。どういう事情のそうで持ちすよ、主で、本当どうでいうす背よ。景があってっていうことですね。で、大体こんなね、インチキないですよ。何この明治以降に侵略されたとか、神社どうなの？神社、古くからあるじゃそうないでです。すか。そうなんですよ、ねえ。皆さん、中世っていうふうに言ってるんですけど、これね、しっかりね、アイヌの人が、鎌倉とか室町の頃ぐらいから移り住んだみたいなんですけど、その前から建立されている神社がね、北海道にあるんですよね。そう、いくつもありますよね。はだい、から今ちょっね、と こ見えますのか。うん。詳しい見解とかはもう専門家の的場先生とかにおまね、任せはい。たいんですけれども、こんなね、はい。私みたいなバカでも分かるって話は、神社があったってこととかね、縄ねえ、文時代から日神本社神社っってて人がいるからもちろんね、建ててるんだね。し、祀られてるんだし。
いやいやいや、もう、こんまいっなた歴史な、の本当改ざに。んしたことは結局先住民だったっていうことをそうこなじんつでけす。たくって、後書きのはい。歴史の改ざんじゃないですか。で、なんこでれ日やっ本たら人ダこメんでなのす黙ってよ。なきゃいけないのって思いません？本当です。まあ、特に北海道の、まあ、方にね、ちゃんと言っていただきたいんです。本当、この神社関係者の方とかが、ちょっと待って、ちょっと待ってと。はい。ちょっと待って、じゃあ何なのって、明治以前に建立されたあったね、民う間ちはど碑うななんるだんでけすど、かっつっていて。う ね、そう。神ねえ。社置いて住んでなかったんですかって言ってもらいたいんですけど。ほんとひどい話だよ。それで、ね、い何そのチェやチェストチェチェって。北朝鮮よ、拉致やってまだ未解決の国ですよ。そうです。そんはない。の、これダメでしょ。こんなこと言う、日本政府このあの政策このまま推進するって。これでね、本腰入れて拉致なんて言ったって説得力感じない、私は。どう？いや、もうね、やっぱり菅官房長官も昔からブルーリボンバッジを胸につけてくださってて、で、まあ、実直な雰囲気がまあ伝わってくるので、私もおっしゃってることをなるべく信じたいですし、期待もしてたんですけど、こんな聞いたこともないまで言われると、アイヌのことについてですね、チュチェ思想が関係してるとかは私は聞いたことがないっておっしゃって、大丈夫かなって。会場の方は、ミキさんがお話しされた時にバーッと拍手が起きてるわけで、つまり会場の方は皆さんそれなりに知ってらっしゃるってことですよね。やっぱり違和感持ってるんでしょうね、政府のこね。のアイヌ政策。それでほら、チャンネルさくら北海道で小野寺さん含めいろんな方がちゃんと詳発言しいされ取材をていますね。篠ね、原発言先して生て、もね、小野頑寺張ってさらっしゃんるが、し。そうそう、篠原先生もはい。このチェチェ思想のことを教えてくださったのは篠原先生でね、皆ね。さんこうちゃんと発信してるんで、こんなね、隠しようがないはでい。すよ、このアイヌ政策の矛盾についてなんて。ねえ、はアい。カムだイから、いくってら地当た上り波前がやぐらならくいてかももしね。れないね。はい。当たりだな。いや、言えないんじゃないかなって信じたいですか、皆さん。そうなんですね。まあね、皆さん、応援してる方は信じたいですよね。でもね、応援しててもね、ダメなものはダメというか、それ間違えてますよっていうことは、応援してるからこそ言わなきゃいけないし、私もね、菅官房長官の事務所にね、手紙でも書きたいなって、本当に思いました。やろうかな、やっぱり。ついでに的場先生の方を送りましょうか。ねえ、よかったら呼んでくださいって、本当送ってみようかな。ねえ、これ読まないねえ、と、一応ね、アイ本当ヌの政に。策の座長をやってらっしゃるのに、先住民っいてや、ダもう、メ。まさかの、まさかの、そこは私がしっかり身を光らせていますぐらいのお答えがあれば、まだ安心したんですけど、全くのノーガードみたいなお答えで、びっくりしました、本当に。ほらね、はい、皆さ先んも住ね、民認めて、で、自治は認めないっておっしゃったのは、これ結構つじつまが合わない話で、先そう住なんです民よを認ね。めて、次のステップのステップのその先に自治の、まあ、自治を認めろという流れがあるわけじゃないですか。そうでですね、こね、れ小野杉田寺水脈さん先か生らもね、教えおってしゃっいたてだいましたた。のはね、アイヌ協会の札幌支部の議事録には自治権の要求が明記され、自主憲法、国旗国家、アイヌ議会、裁判所等のことも議論されているということを教わったんですよ、小野寺さんか。だから私あれだけズバッと確信持って質問できたんですけれども、そうですこよんね、わかります。な、何なの国旗や国家って、冗談じゃないわよ、北海道に。冗談じゃないそう、わよ。日本じゃないですか。そんな、ね、いやもうね、バー、いや、カだかだらと思そう。の先住民っていうものは、まあ、先住民族ってもともと定義もないそうですし、ただ言葉通りに受け取ると、先に住んでいた民族っていう意味で言うと、これは明らかにアイヌの人たちは北海道の先住民族じゃないんですよね。そう。
だから間違えたことを決議してしまったんだから、こっからやり直しが効くのが本当の、まあ、民主主義国家というか自由主義国家だと思うんですけど、まあ、決めてしまったからそこに歴史を合わせるとかね、ミキさん、ね、放火無理のほら大マスコミが全然騒がないじゃないですか。はいはい、でもまあなんか今最近いろんなこと暴かれてきてるから、いい風が吹けばいいなと思ってるんですけどね、うん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 、で、はい、あと私が一つ気になったのが、はい、官房長官が、はい、まあ、国連で日本の方が動いてるみたいな要は反日活動、そういったニュアンスで、はい、お話しされたじゃないですか。されましたね、日本人というか左翼、ね、まあそれは官房長官が言ったんじゃないんですけど、はい、あ、違ったっけ、私の勘違いかな、あ、横から言われてそうですねみたいに言われてましたね。ねえ、でもね、はい、私これ調べたんですけど、はい、いや日本人ですけどね、はい、日本人じゃないですよ、この今だってご存知ですか？知らないです。国際運動とかやっている団体があるんです。はい、今だ、この団、うん、今だ、 IMADR って書くの、うん、IMADR、 R ですか？うん、 R、 ラ、 R ですね、はい、今だって書くんだけどね、はい、反差別国際運動で調べると出てくるんですけれども、うんうんうん、で、この団体が結構、出た？マサルさん、コメント欄に来てくださってますね。あ、小野寺さん、参戦。はい。心強いですね。はい、ありがとうございます。マサルさん、よかったらいつでもコラボをしてください。はい、はい、入れるようになっておりますので。よかった、もう小野寺さんに話してもらった方が、はい、アイヌはもう全然いえいえいえ、小野寺さんの方がスペシャルだった。めっちゃ可愛い絵文字使われるんですけど小野寺さんチャンネルはあれ、来月でしたっけ、ツイキャスやられて、マサルさんは10月20日に、はい、コラボってなんだ、いや、ほら、申請ですよ、受話器マークをしてもらうやつですはい、いやもう、はい、マサルさんは言論テレビ見たのかな、忙しいから見てないのかな、菅官房長官の答弁は本当にアウトだわ、今までずっと望月磯子さんとかにね、あ、今日小高さんに任せる、なるほど、はい、わかりました、はい、もうね、望月さんとかうまく転がしてるのに、あんな皆さんお客先に人がいる、あ、見ました、ねえ、ちょっとマサルさんどう思われましたか、もう本当に。ああ、そう、小野寺さんの意見聞きたいですね。ねえ、聞きたいですね、本当に、うん、いやあれは本当に呆然としましたね、はい、うん、本当、うん、あ、声がちっちゃいか、すいません、あ、はい、大きくなりました、うん、確信犯ですかね、もう本当なんか、そね、皆さん誰か菅官房長官に聞ける方いませんか、私もね本当にねショックでした、それまでは、うん、うん、あ、それまでもちょっとなんかこう、ガナー雅子さんのすごくいい質問があったじゃないですか、はい、雅子さんも頑張って ね、 ね、沖縄に関することで、ね、頑張ってらっしゃ、はい、頑張ってましたね、安全保障の観点からって、そうです、そうです、うん、うん、当たり前ですよね、うん、本当にそうです、ミキさんも本当にそうですよ ね、 ね、あそこが国境だっていうところから、まずその沖縄だけにっていう負担が、ま、うん、あるのが、ま、沖縄だけじゃないんですけど、ま、国防の要になってるのはしょうがない、地理的な条件があるっていうことをしっかり、ね、もうなんていうんですか、政府もそこははっきりした方がいいのに、なんか、うん、なんて言うんでしょう、配慮に配慮に配慮にっていうか、い、言うべきを言えてないというか、うん、そう、本当にね、ね、あんな若い女性がしっかり、沖縄も北海道も拉致も何でもこう本当、うんうんうん、もやもやしていてね、
気概を感じないんですよね。国を守って、もう他の、例えばイスラエルとかだってね、自国の兵士が拉致されたら、ものすごいもう国を挙げて奪還するしね。レバノンだってそうじゃないですか。レバノン人女性が北に拉致された時に4人、あんな小さな国でさえね、もう外交そうで力いっすぱね。い使って救出したじゃないですか。何なのこの日本のこの気概のなさはって、なんか思うんですけどね。いや、ごめんなさい、いや、話飛もうんじそゃっこたんだがけやっぱど、り、あれ、これだけ日ね、ちょっ本とは、時間もあるから言いたかったんだけど、そおの願いしま国す。連で、まあ、その日本人が動いてるみたいな、そのまあ、要は先住民にすること、アイヌをね、いろんな動きがあるじゃないですか。要は日本を貶めるための活動してるわけですよね。で、その団体の一つに IMADR と IMADA というのがあって、で、これを調べていくと、副理事長が武者小路欽秀、もう武者小路欽秀で、ぜひ皆さん調べていただきたいんですけれども もうすご皆い、さん調べてくださいあね。れ、でね、もう一人理事がいるんですよ。でね、理事の方調べたら、青山学院大学法学部教授の、何て言うの、韓国の方なんですよね、このああ、なるほど。シン・ヘボン教授。で、シン・青ヘ山ボン学さ院んのの、が、教授。シン・ヘボン、シンって申す、申し上げるの申すって書くんです。青山学院新教授で調べると出てくるんです。なるほど。で、彼女のツイートを開くと、あ、女性なんですね。分かりやすいんですよ、彼女の視点が。愛知トリエンナーレに関しても、文化庁は文化を殺すな、愛知トリエンナーレ2019に対する補助金交付中止を撤回してくださいに賛同してたりね。わかで、りやすい。ずっと下に行くと、私が引っかかった記述があって、慰安婦問題に関してこう書いてあるんですね。9月26日、慰安婦問題で日本政府も責任を認めているのに、それを想起させるものを展示することすら許されないとって、これ、愛知トリエンナーレの件ですよ。市長ら公人が圧力をかけたり、見てもない人が脅迫したりすることですか、そんな認識を問う方がおかしいって、これおかしくないですか。日日本本政政府府はも、強制性も認めてないし、あんな少女を慰安婦にはしてませんし、日本人の方が認多めかってたんなでいすですし、よ。認めてないですね。だから慰安婦という制度があったということは分かってるんですけど、だから河野何洋もか平もさ認んがめてね、るみたいこう、な。河野談話で強制連行ということをね、後の記者会見で言って、そこが揚げ足取られてるんですけれども、でもああ、全そうで体すとしね。てね、俯瞰してみれば、だから河野談話は本当おかしいんですけれども、政府として認めてるのかというと、そうではない反論もたくさん近年出されていてね、こういうスタンスでいまだにね、大学の教授で、しかもこの反差別国際運動で国連にもいろんな形で働きかけをするような方がですね、おられるというのは、やはりその日本人、まあね、国籍は日本人なんでしょうけれども、そうでない方のか、動きというのも、結構これ注視しなければならないと私は思います。いや、なるほど。いろんな方が、またそれが立派な、でも肩書きもお持ちなんですね。大学の教授で、日本で。まあ本当教授だったに、らね、お給料もすごいでしょうし、それでまあ国連で、肩書き持って、日本を貶める活動ですか。なるほど。もう、まだまた、ご本人からすれば人権問題という話なんでしょうけれども、本当にこうやって国連
から外部から日本はその人種差別国家だみたいなことを散々ね言われてきて、もう本当に冗談じゃないって、人種差別と戦ってきたのは長年日本じゃないですか。1919年のパリ講和会議の時からね、あれから100年ですよ、人種平等のために戦ってきて、大東亜戦争でも血を流してね、あのアジア諸国をある意味独立させたのは嘘じゃない、こう本当日本ですから、アジアの方も認めてる話でね、はい、そんな歴史も全部ごちゃ混ぜにしてね、なんか日本が人種差別の国だなんて言って、もう本当にね、こんなのなんかそういうものに作り上げようと、はい、もう捏造に捏造ですよね。そう、それでこんな間違った歴史教育を子どもたちに残すのはもう絶対に我慢ならないから発言していこうと思います、あ、はい、お願いいたします。でもね、美希さんだけにね、皆さん任せててもダメなんです。こういうね、大高さんのような発言を皆さんが SNS とかで広げていただいたり、あとね、あの大事なのは周りの方に、ネットにね、環境がない方にね、教えてあげたりとか、ミキさん書かれているような、はい、ものをね、読んでいただくとか、動画をね、見てもらうとかやってくださいね、ぜひお願いしますね。じゃないとこれ、地上波やらないですね。こんなにネットでは篠原先生と大高さんと常念さんの力で、はい、チェッソーってものすごく広がったじゃないですか。でも全然、ね、民放やらないですよね。全然テレビでチュチェの中を聞くこともないですよね。本当に本当はさ聞きたくもないし、ね、日本なんだから冗談じゃないけど、そうなんですよ。でもねえ、これだけ韓国報道もやってんだって、そう、ネットではこれだけ浸透されたのに、そう、沖縄まで蝕まれてるんだから、なんかシロアリのようにこう、はい、私は食い荒らされてるような印象があって、補助金が入ってくるところにね、はい、そう、お金のあるところに、ね、狙われてるんですよ。ここで予算がつくのおかしくないですか、いやもうね、おかしいですよ。だから私、マサルさんにもツイキャス何回出ていただいたのか、ね、4回ぐらい出ていただいて、もう最初からずっと、もう10年以上前からこの愛の問題も頑張ってきてくださってて、道議会時代にどれだけの補助金とかをね、はい、潰してきてくださったか、ねえ、いや本当に皆さん、本当にしたら、モノデラさんがもう知事ぐらい北海道でやってくださってたら、こんなバカなことにならなかったと思うんですけど、はい、ねえ、皆さんそう思いません？いや、だからね、もう孤軍奮闘されてこられたのが、やっと最近みんなにこう自転車が広がってくれたって言って、まあ、まさみさんおっしゃるんですけど、ね、時間かかるんですよ、皆さん拡散するのにね、ぜひ、でも今はネットがありますからね、はい、今日だって、もうずっとね、シェリーさんこうやってツイキャスやってこういった問題をどんどんクローズアップすることをね、広げてくださって本当にありがたいと思いますし、いえいえ、すいません、ありがとうございます、いえいえ、もう助けていただいてるんです。大変ですよ、みんなもうボランティアで一生懸命こうやってやってね、だからもうそろそろ日本人が本当覚醒というか、力を合わせて反撃の風が来て吹いてきてるんじゃないかという気もしますよね、ここまで来たら。ここで黙ってたらもう蝕まれて終わっちゃうんじゃないかと思うぐらい、おかしな状況になってると思う。ここにお話聞いてくださってる方とか、例えば虎ノ門の視聴者さんとかね、虎ノ門ニュースとか、文化放送局とか、まあ、チャンネルさくらさんとかの視聴者さんはだいぶ気がつかれていて知ってらっしゃるんですけど、はい、まだまだ国民全体に広がってないので、ぜひ皆さんお願いします、はい、本当にお願いします、ねえ、はい、広めたいですよね。地上波はちょっとだけ、例えば正義の味方とかね、関西テレビとかも、関西のテレビとかもあるんですけど、はい、東京はやっぱなかなかないですよね。
そうですね、なんかほら篠原丈一郎さんおっしゃってましたけど、かなりね、在日のマスコ方ミがの中もうマにスコも、はい。ミに入っていて、別に在日が悪いってわけじゃないんですよ、そこは誤解しないでいただきたいんですけれども、ただ、一部のやはりその在日の方の中には、もう工作員のように、北や韓国のその代弁者のように動いて、日本の言論封殺含めてやってる、ね、方いると思うので、それはやはりもう難しいですよね。そこを言うとまたこう差別って始まりますでしょ。結構厳しいなと思いま宗す教ね。界にもね、すごく入り込んでるってことも分かってますし、そうですね。いや、キリストそういえば教なんね、かも多くて、そうなんです、安ミキ倍ユッさん、ポさん本当をに。最初に北に送り込んだのはキリスト教会だっていうなんか文献に出てたのを読んだんですけれども、そうですキリスト教をか。隠れ蓑にした、活動家が入り込んでます。ね、北朝鮮に偽物ですよね、本当は宗教の自由なんか許してないのに、そういう、北朝鮮のプロパガンダに使える教会はあるんですよね。そうなんですよね。で、ここれの間ね、ふらーっと西早稲田行ってきたのね。バウラックとか、ほら、あそこ拠点ですよ。拠点ですね、日本キそリしストたら教ね、団とかあるところですね。その中に大韓民国キリスト教団とかいっぱい貼ってあってね、ありまそす、あれでります。シールズの看板もあってね、シールズってもう解散したんじゃないのとか思ってたら、なん かまだあっ会議たんやだっってててて、声あったあっ たそう声ですもか。聞こえたしね。動いてるわけですね。そうですそうなか。んですよ。やっぱね、拠点はそういうところで続いてんだなと思いましたね。あるんですね、また。だいぶね、一時よりは勢いはなくなったんですけどね。で、これ美樹さん、虎ノ門ニュースでもう思わず笑っちゃってるんですけど、チュチェ思想研究組織代表団が平壌に集結っていうね、堀島一平さんがずっと記事を読まれてて一平ちゃんスポークスマンになっちゃったみたいな。もう何回チュチェ思想って言うのかなっていうぐらい ねえ、美樹一平さん。さんも気の毒だなと思って。ねえ、本当に、なんかもういろんな、国から、いや、でもびっくりしました、世界各国にあるんですね、まあ、日本にもある、もちろん各県にあるんですよ、皆さん。そう、あるんですねえ、よ。もうあるんですみんよ、なあなたね、の町にもあるんですよ、チュチェ本思想当調研べ究て会くはすだぐそさばい。にあるんですよ。今やほら司令塔だった小上健一さんがまだ元気でね、飛び回ってますけど、世界をね。もう小上さんはトップから降りて、今のなんか代表が、岡山ですよ。岡山のノートルダム女子大かな、田代さんっそうてなんで確すかおっか。しゃったかな。ええ、そこも大あ、学の学長じゃ先生ない、なんで教す。授かな。そう、先生やっいてや、るっもうていう。本当、なんか大学の先生っていい先生もいるのに、なんかもうイメージどんどん悪くなりますね。いや、もう、ね、補えなんなんないやろ大うと学思なっんかて。もうそういう思想の先生で占そう拠でさすよれね。てる大学。ね。沖縄そうそでんすよね。なとこ国入立れなて、のにチェね。ッソに。なの、日本っ確かに。て。おかしいですよ。ねえ、山口二郎さんとかがね、ね。家計にもらえるわけだわと思って。本当ですよいね。やー、ねえ、美樹さん、もう切れないですね、これ。どこから綺麗にしていきましょうか、もう本当いや、だに。めこう、大掃除しないとと思って、でも、一人本当、の大掃力除でしはなでいときな皆い。さん。本やっ物ぱのおり、鷹さんですか。本物のお鷹さんですよ。ね、個人戦では限界があると思うんです。で、志を今日聞いてくださってる方とかも、きっと同じ思いでいてくださる方多いと思うので、もうみんなでなんかね、まとまって、やっぱり日本のために情報発信していくしかないっ
ないんじゃないかなと思うんですけれども、でもすごい心強いチームできるんじゃないかなって私期待してます。そうですよ、皆さん同じ仲間として、はい、頑張ります。本当に私もちろん勇気づけられてますし、うん、あ、はい、いつも助けていただいてます、はい、私も、うん、お互い様ですが、一人だと思って、ありがとうございます。あんたねえ、もうこんなんじゃ、はい、どうにもなんないんじゃないかと思うけど、でもやっぱり、うん、このために地道に頑張っておられる方が全国各地にいるじゃないですか。そうです、はい、うん、だからね、うん、やっぱりそういった方々との、うん、つながりも大事にしたいし、そうですよね、うん、この必ず皆さんが書かれているものが絶対ね、あの誰かのところに届いてたり見られてます。で、ミキさんがあの言論テレビでお話されたこととか、うん、虎ノ門ニュースで話されたことも、はい、やっぱりツイッターでどんどん皆さん、動画とかで拡散されてて、それが何万回生にもなってて、あ、そっか、こういうことをお話ししてるんだ、じゃあ虎ノ門ニュース見ようかなとか、誰かの何かのきっかけになりますから、本当にあの皆さん、あの諦めずにやりましょうね。ちっちゃい発信でもやりましょう、うん、そう、日本取り戻しましょう、本当に、はい、ね、そうですよ、うんうん、それがね本当にあの愛国活動だと思います。うん、なんか家族とかね、うん、大事に思う気持ちの延長が、うん、まあ、自分の国を大切にするってことなんで、はい、ね、なんか曲とかね、いろんなことをミキさんも言われると思うんですけど、私はあんな外戦車嫌いよ、あんな品がない、ね、そうですよね、あんな大きい音立ててね、はい、がなってうるさいなってね、一緒にされたら本当迷惑な話で、迷惑ですよね、うん、そうですよ、うん、だから、うん、そう、だから皆さん、ね、右翼でも何でもない、右翼でも何でもないです。ミキさんはね、嘘が嫌いなんです。うん、そう、中道派で、うん、自分の祖国を愛し、うん、世界を愛し、不正なことは告発していきたいという気持ちでやってるだけで、右でも左でも何でもないのに、いやね、うんうんうん、あのレッテルバリはもう鬱陶しいわ、本当に。やっぱり話し合うとどっか矛盾するとか言論破綻するんでしょうね。うーん、そうでしょうね、もう極端にこう左傾化してしまったので、戦後ちょっとでも普通、はい、諸外国から見ればスタンダードな発言をすると、うんうんうん、ちょっとそれって右じゃないですかとか、アホなこと言ってきに来る人もいて、本当ですよ、拉致問題についてもそうなんです、うん、自国民取り戻すっていう活動をまるで右翼の活動みたいに言われて、ねえ、マサルさんなんかどんだけ差別されてるかね、この間もね、マサルさんもレイシストとかね、もう本当に喋ってもないのにヘイトスピーチとか、まあひどいです、まあ、本当にひどいですよね。でもそれだけ小野寺さんが、はい、あの、そうですね、うん、すごい情報発信してるってことですよ、貴重な情報発信してるからこそ、はい、叩いて潰して言論封殺しようとする姑息な手段で ね、 でね、冗談じゃないよ、うん、もう小野寺さん頑張ってくださいよ、そうですよ。だからマサルさんが今ね、うん、皆さん議員にとか、知事にとかって書かれてるので、ね、気持ちすごくわかるんですけど、うん、やっぱり議員さんになったらできない活動を今やられてるんですね。議員さんになったら支持者がつくじゃないですか。ね。そう。で、その支持者の方の声っていうのはやっぱ無視できないんですよね。うん、ねえ、また中にはめんどくさいのもいるでしょうしね、うん、そうです、そうです、うん、ストレスフリーストレスフリーそうですね、マサルさんいつもストレスフリーです。ツイッターでも結構面白いっていうか、絡んでくる人とちょっと遊んだり上手にされてます。うん、すごいです、はい、なんかあれ、私なんか繊細だから傷ついちゃう、あんなことやられたらえ、でもミキさんよかったら、うん、そんなに難しくないんで、ツイッターどうですか。ツイッター、はい、なんかできるかな、怖いですか大体、ね、怖いですか、めんどくさいんじゃないけど、原稿書くのでも手いっぱい、まあ、もうちょっと、ね、手いっぱい、なるほどなるほど、うん、時間できたら考えてみますけど、あ、はい、でもね、うん、あのミキさんが出られると虎ノ門ニュースもぐっと再生回数上がるんで、すごく影響力、拡散力があるので、うん、
ツイッターにちょっと140文字だし、よかったら来てもらえたら嬉しいですね。やっていただきたいでしょ皆さん。うん、やってっていう子すいませんね、まあいろいろ言われてもね、簡単にブロックしてください。もうバン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 、うん、あやこしいなと思ったらブロックがあります。はい、なんか面倒くさそうだけどな。面倒くさいの？そうなの？いやだってこんな私ひかおちでやり方シェリーさんにいちいち聞かないとツイキャスもできないような。あ、大丈夫ですよ、めっちゃ簡単ですよ、うん、うん。でもまた考えててくださいね、よかったら、うん、ね、ツイッターやってほしいですよね。はい、そう、フェイスブックはね、フェイスブックもね、ミキさん、あ、ツイッターしたら総合フォローお願いします。まさるそんなことしなくてもフェイスブックもごめんなさい、皆さんに謝らなきゃ。もうペンペン草で年に 1,2 回しか更新しないし、いやもうね、そっか、やっぱりいろいろね、皆さん取材と原稿書くのが忙しいそうです。うん、うん、そう、またね、変なのがいるからもう嫌なんですよね。あ、変なのいます。いますけど、ね、うん、小野寺さん見てたら分かるんですけど、うん、ああいう変な人がいますよっていうのも、ある意味世間への啓蒙活動になるんですよ。うん、ネットにも変な人いますよとか、と、うん、嘘ばっかり書く人もいますよとか、はい、人のことをね、はい、もうひどい、誹謗中傷したり侮辱したりしてむちゃくちゃなこと書くけど、はい、こういう頭のおかしい人いるんですよとか、いい啓蒙活動になるのでまた、はい、よかったら考えてみてください。はい、わかりました。はい、ミキさん、もうちょっとだけ時間いいですか？うん、大丈夫ですよ。ありがとうございます。すいません、じゃあ言論テレビの時の、音声もう一度皆さんに、うん、拉致問題について半井紗絵さんと桂木奈美さんがお話しされているのを聞いていただきたいと思います。で、小高さんにもね、音声が終わったらまたご意見お聞きしたいと思います。ちょっと長いんですけども、はい、そのまま止まらないで流しますので、はい、はい、すいません。じゃあミキさんちょっと休憩しててください。はい、はい、すいません、もう一回。はじめまして、半井紗絵と申します。私は内閣官房拉致問題対策本部主催の恵みへの誓い奪還という劇で田口八重子さん役をさせていただいております。やはり拉致問題は政府として水面下で動いていらっしゃると思っているんですけれども、なかなか表にはどういう交渉かというのは出せないと思うんですが、私は本当に歯がゆく思っておりまして、もういつ動くのか、でそこを動きそうなのかって、そこをまずお聞きしたいです。私拉致問題担当大臣になって、まあ、政治家の一人としてぜひやりたい大臣でしたので、そこは全力で今取り組んでいます。で、私と総理と信頼関係ができたのがこの問題だったんです。で、皆さんご記憶あるかもしれませんけど、万元号という船、はい、新潟に1年間15回ぐらい来てたんです。日本人を拉致をして、そしてあそこから日本から大量のお金が行ってたという、まあ、いろんな噂があった船なんです。この船を止めるべきだということを、私当選2回だったんですかね、で騒ぎ始めまして、法律がないから入れざるを得ないということになってるんですよね。なければ作ればいいじゃないかということで、私が会長で河野太郎、山本一太というですね、うんうん、あまり主流派から私たち相手にされなかったんですけどこれ5人で集まって議員立法でやり遂げたんです、うん、で今まで北朝鮮に対して圧力が日本なかったもんですから、あとは買いためを改正して早期の停止とかですね、そういうのできるような法律を作ったもので、まあ、そういう意味で
当初からこの拉致問題というのはずっと私取り組んできて、何としても、まあ、担当大臣として動かしたいという、まあ、強い思いでこれ日々取り組んでおるんですけども、なかなかこう言えないことばっかしになりまして、ただいろんな意味で、トランプ大統領から3回ですかね、首脳会談と言ってもらった、言ってもらってるんです。それでトランプ大統領と拉致被害者の5月号の皆さんもこれ2回やったことですよね。でそこはかなりの部分で言っていただいてますし、まあ、どんなことを言っていただいてるかも含めて私承知してますけど、なかなか表に出せませんけれども、まあ、そういう状況にあるという、それと総理ご自身もですね、5月号の皆さんも高齢ですから、もう時間が待ったなしなんです。そういう時で何とか解決したいという思いで今取り組んでます。これ以上のことは失礼します。ですね、おっしゃった通り、ご家族の方も高齢になってらっしゃるので、一刻も早く、はい、帰ってきていただきたいと思います。はい、あと一つだけよろしいですか。はいはい、やはり拉致には日本国内の、まあ、工作員、まあ、スパイが絡んでいるということはもう公然の事実なんですけれども、まあ、それを取り締まる法律というのは未だないということなんですね。それについて私はもう早く整備していただきたいと思うのですが、どういうふうにお考えでしょうか。そこは当然だと思っています。当然必要だと思っています。当然必要でしてくださる。はい、そこは政府としては必要なことはやるというのはこれ政府の基本方針ですから、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今の発言はやっぱり突っ込まざるを得ないんですけど、はい、やりますというからにはこれは立法措置を伴うという解釈ですよね。ですからやり方っていろいろあると思いますから、そこはしっかりやってできるようにしたいと思います。これ逆に言っちゃうと逆にできなくなっちゃうこともありますし、ただそこは大事だと思ってますから、はい、対応したいと思います。現地取りましたね。はい、お願いいたします。ありがとうございます。これすごいこと。今おっしゃっていただいた言えないけどしっかり考えていらっしゃることの中に含まれているかどうかは分からないんですけれども、少なくとも表向きは2002年にここに出てらっしゃる以外の5名の政府認定拉致被害者の方が帰国されてから全く進展していませんよね。そしたら基本的にやり方を考えなくちゃいけないんじゃないのかなという思いもありまして、私は予備自衛官なんですけれども、私のような予備自衛官や今そちらにいらっしゃる元陸上自衛隊の初代システム防護隊長であった伊藤博さんなど、思いを一緒にした人が予備役ブルーリボンの会というのを組織しております。でその会では拉致被害者救出に自衛隊の活用をということを訴えているんですね。で6月だったと思いますが、産経新聞にそういった思いを持っている自衛隊関係者の署名をずらりと並べてちょっと広告を出させていただいたんですが、まず気づいていただけましたでしょうか。そうですか。ちょっと存在感が足りなかったですね。で思っているところはやはり、拉致被害者救出するのに圧力とよく言われるんですけれども、一般的な意味で外交の圧力というのは軍事だと思うんですね。ただ今は日本には憲法の制約があって自衛隊を救出に使うことはできないと安倍首相もおっしゃっていることは承知しております。ただその自衛隊の活用法にはいろいろあって、ハリウッド映画ばりにこう奪還してくるだけではなく、例えば情報収集とか、あとはもっと簡単かなって思うのは、これから行われるであろう日朝交渉の席に制服を着た自衛官が同席するっていうだけでもこれまでとは違う圧力になるような気がするんです。ありがとうございます。ね、日本は戦前戦中と今日も井上万次さん元特攻隊になるかもしれなかった方がいらっしゃってますが、そういった先人たちのおかげで日本の軍人はいざとなったら本当に命を惜しまずに戦うというのが世界的には常識になってますので、その末裔である自衛官が制服を着て交渉の場に同席するっていうだけでも違うと思います。そういったことはなんかこう官房長官の
するの一声ですぐ実現できるような気がするんですがいかがでしょうか。対話と圧力というのは基本で何が最も効果的であるかということを常に頭に入れながらこれ取り組んでいます。実は制服の自衛官が官邸に説明に来るようになったのはこれ多分安倍政権だったと思います。そこは私ども意識をしながらこうしたことも最初はかなり違和感があったようですけど今は当たり前のありがとうございます、ようになっています。そうしたことも踏まえながらやっているということだけ申し上げたいと思います。期待しております。ありがとうございます。言えないこともたくさんあるんだろうというふうに思いますけれども今やっぱり密かなるその決意というものを私たち垣間見た気がいたしますので皆さんこのことを確約にするためにもう一回大拍手を送りません。次にですねあんまり時間がなくなってきたんでお知らせですけど、はい、この後、はい、小泉進次郎さんのご結婚の話になったんでちょっともうここで止めますね皆さん。はいね、皆さんねこれ国防を守ってらっしゃるこの言論桜組の女性の方々皆さん素晴らしいですよね。またこのツイキャスにも桂木さんも中来さんも、いつもお世話になっております。みきさんお疲れ様です。滝田さんにも滝田さんもいいツッコミされてね、ついね本当に素晴らしいツッコミを声かけましょうかね。いや、いや日本ってやっぱり女性がこれからどんどん活躍してもらいたいなと思いましたね。女性の方が覚悟ありますね。突っ込むべきをしっかり突っ込めるというか。やっぱり最後の桜井さんのまとめ方ね、ニコッと笑いながらあなたやんなさいよっていうことでしょうね。そうやっていただけますよ ねみたいな感じでやっぱり桜井さんお上手ですね。さすがだなと思いましたね、うん、そうもうこれでお約束いただけましたねみたいな感じでそう皆さんに拍手を。はい、はい、まあちょっと私は、見せていただきながらなるほどと、そっか安倍総理と菅官房長官が、絆が深まったのもこの拉致問題についてだっておっしゃったのは多分嘘ではないでしょうし、それだったらなんて言うんでしょう法律も必要だったらスパイ防止法もしっかり作っていく、そうですよね。そこをもう長年指摘されてるのにどうしてできないのかね。本当にだからやっぱりやりたくてもやれない事情っていうのがあるんでしょうね。はい、いるんでしょうとしか思えないですよね。でも一応、法律っていうのは訴求法になったらダメなんで制定されてからですよね、はい、日曜はそうですね、はい、だから過去に引っかかる方がいくら永田町にいらっしゃっても、これからやらなきゃ別に反対する理由もないと思うんですが、どうなんでしょうね。これからも工作やりますよっていう方がたくさんいらっしゃるんでしょうかね。いやそれいるでしょう。もう今すごい、はい、水面下で熾烈な情報戦争だと思ってますよ、この国の。見えない戦争はずっと続いてると思います、戦後、はい、言論の、そうですよね、それも、ここにいらっしゃる皆さんも多分分かっていらっしゃると思うんですけど、何でしたっけ、希望の種でしたっけ、種、希望の種基金でしたっけ。あった、みきさん。はい、あちらの左巻き女性軍団の団体ですね。そうです、はい、あれまた変なことやってますよね。やってますよね。でまたそれを参議院会館かどっかで韓国ツアー、決闘されたんですよね。そうなんですよ、はい、慰安婦問題に関して、はい、従来 の向こうの言い癖なんていうんですかね、言葉をこう伝えていくというか、
まあ、強制連行含めてっていう感じでね、いまだにもうこれだけいろいろとこう、はい、破綻してるのにね、いまだに語り草で一本調子でやってくるってびっくりしちゃうんですけど ね、まあ、なかなかそのシナリオ変えれないところも向こうの事情であるんでしょうけど、でもそういうこと言われた時にしっかり反論が、うん、そう、日韓合意で一応もう切りつけたのにね、はい、議員会館にああいう団体に貸したりですとかね、はい、それも国会議員が手引きしてたりするわけじゃないですか、うんうん、でそうですそうです、まあ、補助金が出てるのかどうかはっきりまだ、ね、うん、調べてないんでわかんない、多分その国からのお金も出ている活動だと思うんです、はい、うん、まだ調べて多分っていう言葉入れときますけれども、あ、そうすると、はい、それでそのいまだに韓国に日本の若い人を連れてって慰安婦の施設、うん、ナムヌの家とかそういったところを案内して洗脳するわけですよね、はい、だから、うん、慰安婦問題でも日韓合意なんて言ったって足元からそうやって工作活動を続けられてるっていうことはおかしいと思いますよ。はい、でまたこの美希さんがその、まあ、その議員会館での決闘について携わったのが辻元議員だったんですっていうことを、出されたんですけど、うん、最近また杉田水脈さんがそれについてツイートを出されてて、それがまたドーッと何千リツイートみたいにされてましたので、はい、うん、あの一回広がってもまた新たなネットに入ってこられた方とかもいらっしゃるから、肝心なことって時々やっぱ2年ごととか1年ごとに出した方がいいんだなっていうふうに思いました。うん、本当ですね、忘れないようにね。そうなんです。うん、ね、だから多分虎ノ門ニュースとかでもずっと最初からご覧になっている方もいるでしょうし、最近見るようになった方もいるでしょうし、はい、たくさんの人がそういうのにこう目覚めていって、じゃあ地上波の放送っていうのは、はい、報道しない自由があるんだなっていう見えないところの欺瞞に気がついていただけたらいいなというふうに思います。あ、そうなんですね、一昨年からなんですね。はい、あ、なるほど、韓流ドラマが好きな義母が報道特徴を見始めました。なるほど、いや韓流ドラマ好きでもいいと思うんですけどね、うん、私は、はい、あ、竹本会長がある国会議員はマスコミや左派系の集団の抵抗が大きいので国民から一定のスパイ防止法が必要だとの世論が盛り上がってきたらやりやすいと話されてました。なるほど、やっぱり国民の声ですね。そうですね、声も世論ですかね。はい、わかりました。じゃあ、菅官房長官に本当にお手紙書くつもりなので、そのことも書きます。はい、私の周りはみんな待っておりますと、早く制定してくださいというふうに書きたいと思います。今皆さんにねお約束しましたから、必ず書きます。もうみんなで菅官房長官に書きましょう、ね、はがき送ろうみたいなの、ね、どうですか皆さん。そう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 、国会議員なんですから事務所ちゃんと、ね、出されてますしね、うん、ホームページとかありますから、うん、すぐ分かりますよ、うん、ね、官邸メールもいいけど ね、はがきとかがいいんですって、やっぱり物になって届くのがねやっぱりいいらしいですよ。はい、皆さんよかったらですね、私と一緒にハガキとか手紙書いていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。ね、本も私たちですよね。手書き、うん、よかったら手書きで、あ、送りますと、はい、メールでも何でもいいですよ。お願いします。陳情もねしたいですけどね、もう とにかくこういう国民の声があるというのをしっかり届けたいと思います。あ、もうなんか質問が、ミキさん質問タイムっていいですか。ちょっとだけ。あ、いいですよ。はい。いいですか、ありがとうございます。はい、すいません、運営の月さんからです。去年の夏のニュースですが、韓国ムンジェイン政権は自国の拉北者、韓国の拉致被害者ですね、または捕虜の方です、
拉北者を行方不明として処理するという情報がありますが、日本のメディアでは全く取り上げられません。いかがお思いで、お思いになりますか、ということです。ああ、これね、篠原さんも指摘されてますけど、はい、本当に切実ですよね。命からがら韓国に逃げてきて、ね、その脱北者の方が住んでる花湾っていう施設があって、私もちょっと取材したことあるんですけれども、あ、そうですか、うん、やっぱりなんていうんですかね、こう肩身狭い思いで、こう恐怖のトラウマも抱えながら生きてる、はい、ですね。で、韓国内でのこう差別とかも強いですし、うんうん、そういう中で今もう、はい、青瓦台は平壌の手に落ちたと言っても過言ではないぐらい、チェチェソ一派が蔓延しちゃってね、ムンジェインからチョグクから何からね、うん、篠原さんが暴露した文章すごいじゃないですか。北の、はい、なんだっけ、秘密党員名前リストでほとんど韓国の疑惑になってますけど、ね、疑惑になってるけど、私も全部読ませていただいて、はい、だから、はい、もうはっきり言って北の、だって南革命戦士とか書いてあって、そこにサインしてあってね、無人服ですよ、ね、うん、はい、だからそれが嘘だとか言ってもしょうがないけれど、まあ、それぐらいの勢いで動いてるのは事実だから、今の日韓関係も北との関係もある、もう分かりやすいですよね、うん、在韓米軍撤退の話もこうお互いにアメリカと韓国でなんか支え合ってみたいな、そういうのを見ると一番やっぱりしわ寄せがいくのが脱北者の方々の居場所ですよね。もともとそのやっぱり脱北された方の失業率も一般の韓国の方よりも高かったんですよね。で、今はその補助金とかの手当が文在寅政権になってから打ち切られているというふうに篠原先生もおっしゃってましたね。で、本当に人権派だったらね、韓国の、うん、どうしてそこは触らないのっていうのが結局正体見たりだと思うんですけど、そう、本当日韓の人権派ってそこ似てんですよ、ね、肝心な人権問題全部スルーして ね、そう、現在のね、含めてね、深刻な、そう、うん、拉致問題もそうでしょ、はい、しょうもないなんか人権問題だって日本叩いて言いがかりくっつけてきてね、そう、もうこんなこと言ったらなんだけど、ね、70年前のこととか、うん、慰安婦問題だってあんなの慰安婦のおばあさんに対する人権侵害だと思ってますよ、そうですよ、で実際に、おばあさんたちも訴えてる人もいるんですよね、うん、そのそう、慰安婦像を建ててる帝大教を訴えてますよ、はい、私たちを利用して、そう、おっしゃる通りです、で私たちには全然お金が入らないって、私そんなね、うんうんうん、おばあさん気の毒ですよ本当に。まあ結局年いってね、うん、その、うん、ちょっとこうみんなにこうちやほやされるから、こう言ってって言われたことを それがいいのかなと思って言ってしまったりした方もいるでしょうし、う実際に証言が二転三転してしまってたり、そう、ね、だから最初に名乗り上げたのにね、うん、そう、うんうん、あの金学順さんだってなんでかって寂しかったから電話をかけたって、はい、なんか阿比留さんが書いてた気がするんですけれど も、 あ、もう孤独な老後の中で生活の中でああやって一回こうスピークアウトしてしまった結果、もう政治の道具にされて後戻りはできなくて、それでどん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 引きずり回されて、アメリカやオーストラリアで証言を強要されて、振り付け師がいて、それじゃ証言1点2点するの当たり前で、そしたら嘘つきババアとか売春婦とか言われて気の毒でならない、うん、でもともとその親に売られたっていうところから気の毒ですし、そう、うん、で今更こう発言撤回もできないから、もうね、亡くなるまで日本反日を糾弾するやり方をっていうねことを続けていくのはもう
あのとご本人自身が辛いと思うし、私はその慰安婦の証言調査に最初に携わったソウル大学のアン教授から聞いてる話がありますから、日本軍のこと悪く言ったおばあさんはいなかったってアン教授おっしゃったんでね、私のことは嘘じゃないと思うんですよね。でもそういうの全部反転して日本が悪かったって言わされてる部分がありますでしょ、こんな人権侵害ないと思いますよ。本当ですよね。本当のことが言えないんですよ結局ね。圧力かかってしまうからね。そうそう、だからまあその売春業に実際に騙されて、親に騙されて売られてしまった人もいるでしょうし、ねえ、まあ、時代もね、貧しかったこともその人たちのせいにもできないところもありますし、だからね、そう、もう そこで亡くなっていってる、ね、だ、いや気の毒だと思いますけど、でも、じゃあ日本慰安婦当時ね、日本人慰安婦が4割から6割とも言われていてね、そうです、そうです、で彼女たちは自分の人生を全部自分で背負って、まあ奇跡に入られて、覚悟を持って自分の宿命というか人生を生き抜いてね、やはり私、日本女性ってすごいなと思うんですけれども、それに比べてああいう女性を政治利用する韓国っていうのはやっぱり本当になんかえげつないなと思いますね。やっぱ間違えてますよね。で政治カードにしてね、はい、ちょっと嫌になっちゃったな。できたらその国民の中から 今反日種族主義とかっていう本もベストセラーになってきて、気がつかれてる方とか、頑張って発信されてる方がいるようで、まあ、そこで変わっていけたらいいんですけど、本当のことを本当だって言えるように、まあ、それが現在の私たちから見て、もちろんね売春風になったことはね気の毒ですし、そういう仕事はしたくなかっただろうし、っていうことをね今の私たちが思ったところで、その時代はもう生きていくには別に売春じゃなくても、みんな必死だったと思うんですよね。食べ物がないとかね、闇市でね食べ物を買ってたんですし、日本人も、だから貧困法制ね、貧困法制にやってたら生きていけない時代があったんですもんね。だからそれを今の私たちがどうこうっていうんじゃなくてね、そうか、元ね日本人慰安婦の手記読んでも、やはり弟のね進学のためとかね、お父さんのためとかも本当家族のためなんですよね。家族のためだから、ある意味ね日本のために戦った兵隊さんと同じですよね。そう出されたということ で、ね、そこで戦前で、前線でね兵隊さんと慰安婦で、まあ、恋も芽生えて恋愛もねありましたし、求婚した兵隊さんもいるし、極限の状況の中でのその男女の形もあったわけで、それを一概に性奴隷と決めつけるのは本当慰安婦の方にもひどい冒涜だと思いますし、そうですよね、一生懸命来てらっしゃったのにね、あと忘れてならないのが利用するために嘘まで言わせるっていうのね、本当にそう本当にひどいと思う、だからそういう本質に、まあ低体教の人はわざとやってるんでしょうけど、まあ、良識のある韓国民の人がしっかり気がついていっていただいて、本当におばあさんたちが気の毒だと思うんだったら、この人たちが政治利用されてるんじゃないかっていうその本質をしっかり見てほしいなというふうに私も思います。思いますよね。ね。だから、低体教を訴えたおばあさんたちのその後の裁判のあれが全然報道されてないんですけれども。ね、あ、そっか、そうなんですね。すごい気になるんですよね。ああ、でもそれを本当は世論がね、押してあげて応援してあげれるぐらい成熟して
過去のねことも、うん、その時代一生懸命生きられたんだっていうふうに国民が成熟してたらいいのにな、うん、ところが逆の現象ですよね。最近もまた四世大学の教授がの発言でもう袋叩きにあって、はい、検察まで動いて、うん、言論封殺で、帝国の慰安婦を書いたパク・ユハ先生と同じ状況に追い込まれて、ね、はい、これも言論の自由を超えた すざましい人権侵害としか思えないですね。うん、いや、こんなところと慰安婦問題解決 もうどうにもならないですよ。本当に難しいでしょうね、やっぱり。だから国民の人たちがやっぱりそういうところに気がつくまでは、ミキさんどうでしょう、うん、日本はちょっとやっぱり距離を持ってた方がいいんですかね。そう、距離を持ちながら、で私ね、うん、いつも思うんですけど、その拉致問題ですね、はい、これ慰安婦問題とリンクしていて、はい、いわゆる、うん、そうです、そのおっしゃる通り、ね、はい、元朝日新聞の松井弥生さんとか、うん、その慰安婦問題朝日で書きまくった方々、はい、今そのフェミニスト運動してる方々のお決まりの言い草っていうのがあるじゃないですか、はい、それはかつて日本は朝鮮人の女性を強制連行したのだから、うん、日本も拉致問題でとやかく言えないというね、そうです、このレトリック、うんうん、だから結局拉致問題を相対化してチャラにするために慰安婦問題の強制連行をでっち上げたとしか私は思えないんですよね、うん、でなんとかもうおっしゃる通りだと思います。強制連行発言を撤回させないと思っていろいろ調べていて、すごいもの発見したんで、いずれ公表します。あ、はい、楽しみに待ってます、はい、すごいもの発見しました、うん、はい、しました。そうなんです、うん、あ、なんか皆さんワクワクしますね、ミキさん、それはいつ頃になるでしょうか。年内は難しいですか。出そうと思って、いや、あ、年内出ます、年内に発表したいなと思って、はい、あ、そうなんですね。じゃあ皆さん期待して待ってましょうね、うん、はい、うわー、いいこと聞きました。年越えてもできるだけ早くやりたいと思ってます。はい、よろしくお願いします、うん、ありがとうございます。はい、ね、まあ、こうやってね、私がミキさん今おっしゃってくださったように、これ拉致問題と相殺させてるんですよ。あのめぐみさん、うん、まあ、すごくね、目立ってると思うんですけど、拉致被害者の中でこのね13歳の少女っていうのに、あの少女像もかけてきてるんですね。明らかに、ね、あの北朝鮮の拉致がね、うん、そうなんです、明らかになった頃とこの慰安婦問題が出てきたのとね、時期が重なるんですよ。このレトリック、さっきミキさんがおっしゃったレトリック、ずっと言われてきたんですよ。最近はさすがに言わなくなったんですが、でも、うん、もともとここから来てると私も思ってます。はい、ありがとうございます、ミキさん、はい、お疲れ様でした。長い時間すいません、はい、ありがとうございました。はい、まあ、その、発表を楽しみに待っていたいと思います。はい。ミキさん、今日ね、よろしくお願いします。あ、はい、コメント欄に、私もちょっとクスッと笑いそうになったんですけど、私も高さん好き、私も私も私もってめっちゃ並んだの見ました。見てないですか？見てなかったな。本当。見てなかったですか？まあ、すごかったんですよ、それが。うん、はい、皆さん今日、今195人の方が聞いてくださってますので、ミキさんから、最後に何か、はい、メッセージをいただけたら嬉しいです。なんかこんな遅い時間まで聞いていただいて本当にありがとうございます。なんか今日聞いていただいた方、もうみんなチーム仲間だと思ってますので、一緒に力貸してください。本当に日本のために頑張りましょう、はいはい、はい、頑張りましょう。ありがとうございます。うん、ミキさん、お体に気をつけて、これからも、ズバズバと楽しい、楽しいというか素晴らしいご活躍を応援させていただきます。はい、ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。失礼いたします。
はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、はい、皆さんミキさんにね、ご挨拶してくださってます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、大変ご多忙でお忙しい中、こんな遅い時間まで大高美希さんが2回目の再登板でお話をしてくださいました。あ、まさるさんありがとうございました。はい、皆さん大高さんのね、おっとりした感じのお話のされ方なんですけど、芯のね強い、本当の人がね人権侵害されてることは許せないんだとか、不当に歪められている歴史はおかしいんだっていう、その強い不正を許さない心の芯の強さっていうのをね感じられたと思います。で、本当に言い方なんですね、ミキさん可愛らしいですし、お綺麗ですし、はい、素晴らしい女性です、素敵です。皆さんどんどん応援してください。頑張ってツイッターやっていただけるように時々お願いしてみます。うん、そうなんです、ミキさん勇気あるんですよ。うん、許せないって思う時にはね心がねちゃんと震われるんですって。やろうよしっていうことで、ね、今まで、70から100カ国以上の国々に取材もされていますね。え、私はもう、わ、菅官房長官にあんな切り込んだ質問をされて怖くなかったのかなみたいに思ったんですけど、考えたらミキさんね、アラファト議長とかね、ものすごい方とて、インタビューとかもされてますから、はい、そこは気も済まってますよね。うん、で、素晴らしいジャーナリストだと思います。皆さん、大高さんをこれからも応援してください。よろしくお願いします。はい、来週のゲストは荒木和弘先生にご出演していただきます。実は今コメント欄に書いていただいている小野寺まさるさんに先にお願いをさせていただいておりましたが、小野寺まさるさんには20日に、申し訳ありませんということで、日にちを変えていただきました。すいませんでした。お願いしている立場ながら本当にすいません。もうすぐ10月12日に、ちょっと待ってくださいね、決めなきゃいいけど、あ、すいません、まさるさん、ちょっと待ってくださいね、あ、決めなきゃいいけどな、特定失踪者問題調査会のデモがあるんですね、神戸のデモなんです。ちょっと待ってください、切れてないですか。あ、切れてないですね。ちょっと画像が遠くなってしまって出ないので、すいません、もっと出したい、そう、用意してた画像でいっぱい出したいのがあったんですよ。あー、ちょっと待ってくださいね、すいません。でね、神戸のデモ10月12日に特定失踪者問題調査会が主催してあります。で、そちらについての告知ですね、ご案内を、代表の荒木和弘先生にしていただこうと思っております。ちょっとこれ大きい 画像だけ見つかったんですけど、すいません、ちょっと3分割でお見せします。はい、返すべき人を日本へということで、令和元年10月12日土曜日、拉致被害者救出、北朝鮮に自由と平和を関西集会があります。東京でですね、5月の24日に、第1回のこのデモがありました。でね、ちょっと写真をアップにしましょうか。
特定失踪者の方のお写真を一人一人の方 の, ゼッケンのようにですね、背中とかに貼っていただいてデモするんですね。で、たくさんの方に集まっていただかないとこのデモが成功しないんですね。できるだけたくさんの方に、ご参加していただきたいと思います。で、関西では、救う会兵庫で、大阪ブルーリボンの会も、講演という形で応援に入ります。はい。で、そうですね、あとはお伝えしておかないとダメなことあるかな。あ、そうなんです。そうかそうか、それも出した方がいいですね。あ、神戸でも来られます、マリさん、よろしくお願いします。はい、日本を食い尽くす思想研究会。すいません月さん、ちょっと画像が最近のものしか出なくて、ちょっと画像変更ができないので、メッセンジャーによかったら貼っていただけたらありがたいです。お願いします。10月4日、こちら10月4日になりますので、もう明日30日ですよね。はい。なので、今週週明けて10月4日、1時半会場2時開演になります。豊島産業振興プラザ3階、男女平等センター研修室2階、参加費1000円となっております。これ何回か続けて告知させていただいてるんですけど、あ、ちょっと出ない、ダメだな、出ないわ。はい、できるだけのたくさんの方のご参加よろしくお願いします。あ、マリシテンさんも神戸デモを参加されますか、よろしくお願いします。このツイキャスに出ていただいた、石原凜理さんも来られます。で、あとは三浦先生も来られます。で、藤田隆さんも来られます。それからもちろん荒木先生も来られますし、多分まだちょっと聞けてないんですけど、西村慎吾先生東京でも参加されてましたので来られるんじゃないかなと思います。あと稲川和夫さんですね。はい、稲川さんも来られます。それから富永先生ですね、救う会福岡の富永先生、ツイキャス出ていただきましたも来られます。たくさんの方で、これ大いに盛り上げて素晴らしいデモにしたいと思っております。なのでできるだけたくさんの方のご参加をよろしくお願いします。私もちょっと本気でちょっとツイッターで拡散やりたいと思います。ね、もうそろそろ10月ですので。あ、カズさん、できたら、よかったらご参加ください。ね、どういうですもんね、なかなか難しいですか。あ、そう、花岡さんね、来られるんですね。そうなんですよ、花岡さん来られるんです。あと、ツイッターのレイコさんもご参加されます。もちろん私も参加します。ので、結構、拉致問題、全国有志 大団結みたいにやりたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。関西初めてって意外、意外ですか。あ、誰が関西初めてなのかな。はい。あ、で、また月さんのコメントの日本を食い尽くす女性思想研究会、篠原丈一郎先生と藤田隆さんと中村悟先生が登壇されますので、もう本当に貴重な講演会です。ぜひご参加よろしくお願いいたします。はい。あ、そうそうそう、おつるさんもね参加されます。中曽千鶴子さんも参加されます。はい、宮潤さん九州なのでね行けないんですね。よかったら
ツイッターの方に私が書きますので、拡散と告知のご協力をよろしくお願いします。はい、今日ねミキさんから素晴らしいお話たくさん聞けましたね。ね、お母さんとしても主婦としてもすごく頑張っていらっしゃいます。正義感の強い大高美希さん、これからも応援してください、ね、なんか皆さん仲間ですよというふうに、嬉しい言葉を言ってくださいましたので、はい、これからも拉致被害者全員奪還を、しっかり諦めない目標として掲げまして、そうだ、私菅官房長官にしっかり、直訴というかお手紙したいと思います。皆さんもよかったらよろしくお願いします。はい、ではお疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。必ず